ホームアンダーウェイのナメプバトル、教えたるから釣ってみなー。イエはそれが何ですかこのタイトル。というわけで、はい、今回このスーパーオソロコーデみたいなね感じで、そうですね、ホテル、下に降りてびっくりしました、はい、僕は初となる木の釜。もうガチで初。マジで初です。マジで初。めちゃくちゃ釣れそうじゃないですか。みんな言うんですよ。本当ですか。景色だけは一丁前なんで。一丁前ね。簡単じゃないよっていう。すっごく雰囲気は一丁前ですよ。うん、めちゃくちゃ釣れそうな、紀の川に、四国からアウェイの私、はい、豊ボーイがやってきて、もうエキスパートでもある三浦さんに教えてもらおう。っていう企画ですね。教えたる。おっ教えたるし、釣らせたる。本当っすか。釣らせたる。いや、これはね、頼もしいよ。もう兄貴ですから。でも、紀の川っつったらね。ですよね。狙いは。もう、ちまちませんと、はい、でかいのから重なっていこう。おへい、男ですね。今の時点では言っとく。釣れるか釣れんかは分かる。まあ協力して、とりあえずやっていく。オッケーです。手を取り合い。楽しみ。手を取り合い。手を取り合い。わかりました。じゃあいろいろ被ってるし。そうですね。そうですね。もう完全にこの兄貴と弟みたいなこのオソロコーデでこの紀の川を攻略してみたいと思います。三浦さんに教えてもらおうと思います。任せといて。はい。じゃあ手を取り合い行きましょうか。行きましょう。このまま。レッツゴー。ホームアンダーウェイのナメプバトル、教えたるから釣ってみな。まあこれ目の前の景色が本流なんですけど、でちょっとこう逆ワンド上、まあ、クリークっぽくなってるところの今自分たち立ってるところがちょうどそのまあワンドマウスというか、はいはいはい、入り口ですね。まあ、そうで、まあああいう島みたいなのがあったりして、ちょっとこう流れが当たってまあ複雑になってたりする。結構ね、さっきからベイトが水面ビチビチにもじってたりあるし、でまあこの逆ワンドクリークっていうのが、まあ春はスポーニング場になってて、でそれからまあ回復に向かうバス、まあ、タイミング的にまあそういうタイミングだと思うんですけど、はい、が、まあ、一旦こうちょっと餌をフィーディングするような場所からまあやっていこうかな。結構僕はいつも釣りする時にこの辺でこう季節感合わせをまずする。アフター系が強いんか回復系が強いんかとか、このクリークの中の方で釣れればアフター系が強いし。はい、マウスもしくは本流の方で釣れれば回復系が強いし、なるほどなるほど。でまあそこで状況判断して、まあ、次のスポットを決めていく。はい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 、よっしゃ。そんな感じです。そんな感じらしいです。はい、はい、やっていきましょう。 OK、 やろう。紀伊半島に位置する和歌山県紀の川。三浦の兄貴がスタート地点に選んだのは安土島、通称鯛の瀬と呼ばれる有名なエリア。でかいの釣れるって聞いたらでかいもん投げたくなるんですけどとりあえずはい、もう表層毛がやばいよね今。ベイトがね、かなり表層上ずってるんで、水面ゲームからやっていこう。始めていくような感じでいいですか。はい、ギルなんですね。そう、紀の川。ブルーギルはすごい紀の川いっぱいいてるんですよ。はいはいはい。これ結構ホーム情報かもしれないんですけど、紀の川のバスってブルーギルをベイトって思ってないんですよ。へえ。そう、めっちゃギルおるけどギルが追われてるとか。緊張感持ってるのって本当見なくて。あ、そうなんですか。はい、でも別にギル型ルアーで釣れる。うん、へえ、面白い。面白いですよ。うん。本当は僕もダッジ投げたかったけど、多分豊君やるんやろうなと思ってお気遣いいただいちゃったっつって結構もう見た目にも浅い感じですよね。浅い、こことか、うん、砂が堆積してるところもあるし、うんうん、本流の方に行けばもちろん水深少しあるんやけど、この辺はもう本当に浅いです。了解しました、うん、じゃあもう釣るだけなんで、あとは釣るだけそんな感じです。 OK、 よっしゃ、ワクワクするよねえ、ワクワクするよっつって、最初はダッチからスタートしたいと思います。まあ俺にとったらね、これ初場所なんやけど、やっぱり初場所は水面からね見ていくっていうのはまあ基本的な流れっちゅうことで、それで水面で出てくれたらもう最高やんっていう話でダッチから入れていきます。ラブしっかり濡らして、三浦さん岸際打ちを、俺はいきなり沖に投げますお、ちょっと待って、沖に投げた瞬間岸で魚ジョボンっつって違うよって言われたような感じやけど、ちょっととりあえず足元からやっていきます。この護岸がクランクするところが、こうだらっとしたこの地形の中でもまあ大きな変化なんで、結構ここで魚釣れること多いです。豊君には教えへんかったけどでこっから護岸がちょっと垂直気味に変わる。よし、ちょっとあっちに戻ります。こいつアンサー続きましてね、やっぱりね水面にめっちゃベイト系魚系があるんで、このジョボ&テロ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 も誘えるけんさ、どういうアクションに反応がいいか。豊さん、今日のコンディションどうですか？いや、バッチリです、ね。バッチリです。はい。豊君じゃなくてフィールドのコンディションね。バッチリ。三浦さん、うん、バッチリやと思いますけどね。まだまだ。朝期待できますよね。この時間帯的に。今の時間帯。そうです。まあスタートしたわけじゃないですか。はいはいはい、はい。やっぱりこう朝のフィーリングでトップボッコンみたいな期待できるっすよね。朝がダメってわけじゃないけど、はい、朝まずめパワーが多分弱いフィールドなんですよ。へえ。でちゃんと理由があって、はいはいはい、この下流に水門があるんやけど、はい、その水門の開閉で結構カレントが強くなったり、弱まったりというか、まあ、水がビタ止まりしたりするんやけど、はいはい、1回目の水の動くタイミングが、うん、だいたい8時半からまあ9時半ぐらいに水門が開いて水が動き出す、うん、今だから多分ねほぼ水パンパンの状態なんですよ。まあ水の動きっていうのがすごい大事で、うん、なんでその水門の開閉する時間と一般的に言われるこう朝まずめの時間がリンクしない。いや朝でしょって思うけどね、この時期もう6月とか7月とかね、うん、やっぱ夏になってくればくるほど朝夕っていうのが大事かなと思ったら、でもポジティブに捉えると、うん、こう一般的に一回釣れなくなる中だるみの時間に釣れるいいと、これは耳寄り情報ですねもう日中の暑いなだるいなっていう時間帯に水が動く、めちゃくちゃいいじゃないですかそれおっ、ボイルした。くそ。今完全ボイルやったな。くそ。あと3秒早かったら。結構ここはまあこの足元が護岸やし、対岸はまあこうリップラップでやしで、まあいわゆるこう V 字っぽい感じになってるんで、どっちにも追い込むんですよね。でこの正面の景色めっちゃ釣れそうやんと思って、まあ、僕もさっきから狙ってますけど、あそこでフィーディングすることもあれば、まあ、この足元の護岸で追い込むこともあるんで、でどんどん川幅もこのクリークに入って狭くなっていく。なんでまあフィーディングしてるかなっていう時間はここで釣りすることが多いです。ベイトが例えばその、まあ、流れの大きい意味でその流進の方に寄ってるんかとか、まあ、その流れの裏流進に寄ってるんかとかで結構もうほんまにその日替わりというか、それが、まあ、昨日から西風に弱いのも海からの吹き込む西風に弱いのも特徴なんですけど、その風の当たり方でやっぱそのと、まあ、流れの強弱でそのベイトのつき場が、例えば今日はもうガン流れの方の線に例えば鮎がついてたりで、じゃあ例えばそれでじゃあ今日ボコボコに釣れました、じゃあ明日もう一回それ再現したいなと思って行っても、風向きとかあの流れの強弱でそのベイト、まあベイトフィッシュ鮎とかがじゃあ今度は全く対岸の流れの弱い方とかに全然ついてたりするんでそれによってじゃあそのあれ昨日ここ良かったのにとか、さっきまでここ釣れてたのにっていうのはすごいありますね。まあその川はよくね本当に日替わり定食って言われるけど、まあ木の皮も例に漏れずもちろんそんな感じですね。まあそのシンプルに流れ当たってるところの方がいいんか、まああまり当たらない方がいいんかで、まあもう一つ言えば柔らかく当たる方がいいんかとか、うん、だからまあ今日ねもちろん豊君にこのフィールドガイド的に案内ももちろんさせてもらうし、釣ってもらうために全力を尽くすけどって言ってる僕も今日まだ今状況判断をしている最中というか。うん、僕は豊君に対して教えたるから釣ってみないけど、僕は今回木の川さんから教えたれへんけど釣ってみなって感じですはい、探せるんなら探してみなみたいな。はい、ちょっとね初場所はねやっぱりあれよね、要所要所ルアーを入れていくっていう感じで、全部やりよったらさ、この真ん中まで誘い続けよったら時間なんぼあっても足らんけん、そこの向こうの岸際とか、ここベイト浮いとるよねとか、そういうところをこう要所要所を打っていくっていう感じで、まあ見ていくのがやっぱり初場所を効率よく攻めるコツみたいな感じかな。もうどこもよく見えるわけよ初めて来たとこって。でもまあそのね、もちろん見た目がいいポイントっていいことも多いんやけど、そこがね生きるタイミングとかその季節感とかっていうのがもちろんあるやろうけん、あんまり見た目にいいからっつってずっとそこに固執はしない、広く見ていこうと思う。なんかヒント的なものは見つかった？すごくね魚気はあるんですけど、うん、魚気はねどう料理してやろうかなっていうこれここメインベイトは何なんですか？多分このエリアで今多分メインで捕食されてるのは、うん、まあ川魚で、うん、でまあどうやろう小指ぐらいとかのあゆじゃないなんか川魚系のベイトフィッシュ。さっき岸際でボイルしてた時も、はい、逃げてる魚がそれぐらいやった。へー、うん、まあ三浦さんのスタイル的にも、うん、やっぱり釣れるルアーっていうのはそこにマッチ・ザ・ベイトっていうんじゃなくて、うん、やっぱり強い釣りとか、うん、結構ボリュームのあるものでやっていくっていう感じなんです。これからの回復してくるタイミングって、うん、メインベイトがこれでもでっかいもん食いますもんね。全然食う全然食う、うんうん、でそのでっかいのを食うやつは基本的にね、魚でかいしクオリティいいしっていう感じですもんね。多分フィネスやっちゃうと、まあ多分こういうのとかは何かしらまあこの辺でも釣れるかもしれないですけど、それはちょっと違うんじゃないかと兄貴俺はこの紀の川と、この三浦の兄貴にやっぱりそこを求めてましたその教えを恋に来てるんでストロングに行きましょう。ストロングに行こう。ストロングに行こう。ここで釣れないってことは、うん、今の要素としては、うん、あ、じゃあもう完全に回復モード入ってんのかなっていうこの水の流れが止まってる緩やかなとこじゃなくて、うんうん、割と水動いてるところにもうバスは入ってんのかなって今ちょっと思ってる。そう、本流とか。あ、そうそうそう。ああ、うん、ちょっちょっとじゃあ軽く移動も兼ねて、移動しましょうか。お願いします。移動も兼ねて移動しましょう。移動も兼ねて移動しましょう。はい、手つないでね。手を取り合いですから。はい。今日このスタイル。でここがまあこう本流筋からまあこうずっとベンドしてきてて、もちろん自分らの足元がインサイドになって少し浅くって、でまあもちろんキャスト届かないけど対岸が少し水深がある。はいはいはい。でその川の真ん中にこう岬みたいなのが伸びてて。はい。あの岬めっちゃ釣れそうじゃないですか。思うでしょう。はい。やってみて。いいですか。もういただきますですよ。僕はあそこに一投もしないから。兄貴に従おう。いやでも結構あるあるやけど、なんか僕とかまあ例えばじゃあこのキノコは知ってるからこそ、なんかこう経験上釣れないから。例えばじゃあこの岬とかでも僕ほんまあの岬魚釣ったことない。なるほど。ボートでもおかっぱりでも。だから敬遠するけど、じゃあこう先入観抜きできた豊君が「わあの岬釣れそうやな」って言ってやって例えば釣れて僕らが逆に勉強になることも絶対あると思うから、まあもちろんざっくりはねもちろん本気で案内するけど割とそれだけにとらわれずやってほしいかな。なるほど。じゃあどうぞ。あ、いや俺はいいです。なんかめっちゃ追っかけてる。違うかな。違うか。あれ完全ボラックでしょ。アンキはバズを投げるみたいなんで、俺はそのもう数センチだ。それをスピナベで、まあガーグリングベースで引いていきます。この岬なんかもううまみ沢先生でしょ。うまみしかないよ。ここ水深はどれぐらいなんですか？まあ、この前ちょっとね雨の影響で地形が少し変わってしまってるかもしれないけど、はい、まあ浅いです。そんな全然深くはない。ただ足元からどうやろう、3、4メーターだけこうちょっと側溝みたいにこう掘れてる。インサイドで浅くなってるけどこの護岸の切れ目だけポコってちょっと溝になってる感じです。知ってますね水中を。さすがエキスパートやな。ちょっとね俺は初めてなんでこう流すという行為をしていこうかと思います。多分これ水門開きましたね。水が動き出した。はい、さっきあっちねその水中の粒子とか浮いてる草ビタ止まりしてたけど今緩やかに動き出したんでこれから多分徐々に引っ張られて水が動いていく。でこの北鯛の瀬、まあ北鯛の瀬って呼びますけど川筋割ともうこのずっと護岸の、まあ、垂直になったり斜めになったりはするもののずっとまあこのアスファルトの護岸が続くので。割とこうなんでしょうねだらっとした景色がずっと続くんですけどその中でもやっぱああいうもう目で見えるブッシュとかともちろんその少し沖に行けばオダみたいなものやったりまあウィードも生えるんでもちろんそれは今目視では確認できないですけどこういうだらっとした景色の中でもまあ例えばテキサスとかでまあこうボトムの形状を探ってみたり巻物とか通してあここなんか触れたなとか深くなってるなっていうのを探ってそういうまあピンポイントだらっとした景色の中でもストラクチャーになり得るものを探して知ってれば、まあ、割とそういうのであっさり釣れたりはしますね。目で見えてたらね目で見えてるものはもちろん誰でも簡単に見つけれるんですけど。幅の広い景色に来ちゃうとみんな割とやっぱ沖に投げたくなると思うんですけどこの川筋もまあ結構ブレイクが多いんですよ。その地形がはっきりこうブレイクっていうのが割ともうほんまバランスのいいもう最高のタックルでコーヒージュノーシンカーとか飛ばしてやっとブレイクに乗るかなぐらいなんで、なんでそこをあえてこうまあ効率悪く狙うよりかは割とこの足元だけささっとチェックして移動することが多いです。この川筋はヒントというか教えれる限界まで細かくは豊君に伝えるけど、あとはまあその彼自身が今日なんか釣りする中でまあ目で見つけるのももちろんやし、何か当てていって見つけて、あ、三浦さんに聞いてなかったけどこんなとこに木沈んでるやんとか、そういうので釣ってくれたら面白いかなと思ってます。うん。今日は結構岸際流し屋っていう感じだったけど、この糸とか生えとんやったらちょい置きとかもええかもしれない。まあ手返しよく強くやっぱり負けるスピナベはいいと思う。こういうウィードもあるし護岸もまかんといかんしっていう、流していくにはね。なるほど、長いストレッチでこういうちょっとそこの岸際の木がちょっと使っとるっていうだけでその下とかについたりする。こういうとこは要チェックやね。木の向こうに投げて、熱いんですけど激アツ。いいなこのタオル。X ブレードじゃないですか。いや、いいタオル出しとるねこれ。カラビナにつけてこうライジャケでもカチャッとかけれる。ちょっとねこれからのシーズンね、やっぱり汗かくことも多い、もうこの眼鏡が曇るとかも多い。使えるな。ちょっとびっくりしたでもリアル初めてつけた今日これを初めてつけてみて、ちょっとありがたいよね。タオルってこう魚逃がした時とかさ、水触った後ってペペって拭きたいやん。これはリアルにありがたいのはありがたいです。そんな言いませんけど大きな声では。あ、ついてきてる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 。ああ、もう置いてない。なんかでもここベイトちょっと溜まってんのかな。そんなでかくなかったですけど、今こうジャークした時にフッて黒い尻尾追従して見えてたんでバカやと思うんですけど。一回ちょっと落としてみよう。やるこうなんやろ、ダメかもしれないんですけど、経験上あんまりこれぐらいまで流してこんだけ時間かけて、まあ、表層やってソフトジャークベイトみたいなのを通してみて、今まあバイトがなくって、さっき一回チェイスはあったんですけど、あ、帰ってきたちょっとすいません、ちょっと行き過ぎちゃったんで走って戻ってきました。一回チェイスがあった。あ、そうなんですか。こうパッパってジャークしてふわーって落ちてる時に桶から振って、へえ、こうちょっと身引いてこうやってたけど、もう見失って、全然バイトにはならなかったのと、カメラさんが一本バスを見かけた。へえ。じゃあここのエリアには魚はいると。いるのはいる。でも今ちょっとこうなんやろ、長い時間かけてやるには、うん、ちょっと僕の中で、うん、なんかこうなんやろ、足りない。なるほど、なるほど。移動してもうちょっと見ていった方がいいと思う。わかりました。移動を兼ねて移動しましょう。移動を兼ねて移動しましょう。はい、今日のテーマは移動を兼ねて移動する。はい、よし、じゃあネクストへ行きましょう。もう手繋いでくれんなったわ今気づいてたけどやめた次に向かったのは高川と呼ばれる流入河川。流入河川が本当少なくって、まあもう本流か逆ワンドは多いけど、でまあ唯一と言っても過言ではないぐらい、まあ割としっかりした流入クリーク、流入河川かな、高川っていう一応川の名前もあるし、こっちに来たら水いいっすね、来てる感じがする。ちなみに、ここの攻略法じゃないですけど、ここはどんな感じで釣っていく？目で見てバスを探すこともまあまあこれぐらいの濁りやったらできるし、はい、まあきっちり足元とか対岸の枝が垂れ下がってるような程度とか、ああいうねカバーみたいなね、ああいうのをこう、まあ、例えばピータックルとかでちょっとやや軽い脳進化とか狙うのもありやし、で上流にその最上流どんつきまで行けば、はい、結構もう水の動きがガーってあるんで、この辺はまあちょっとビッグベイトとかねサイトで狙う時にやっぱスピニングがメインになってくると思うけど。僕は、まあ、この景色で4ポンドでアプローチして、しっかりかけて、なかなか取るの苦手なんで、やっぱこういう場所でも僕はスピニングに P を絶対セレクトする。でリーダーを例えば、まあ、もうすごいシビアに見えてるやつ狙いたいなってなったら、まあ、リーダー例えば5ポンドとか6ポンドに落とすこともあるし、ブラインドで捕まえたらじゃあリーダーだけ持っておけば12ポンド巻いてカバー打ったりもできるし。メインの PE は08とかですか。僕は今回巻いてきてるのがね、08です。まあ08にリーダーっていうのが軸にしておけば割とほんま何でもできる。リーダーの太さ変えるだけでね。ね、そのリーダーの太さ変えたら吊るしとかまでできるじゃないですか。全然できるできる。結局おかっぱりで機動力を求めるとスピニングそれでいいかなっていう感じになっちゃいますよね。あ、普段はあそこがオーバーフローして落ちてるっていう感じなんですか。そうそうそう、鉄の壁みたいなところから川の上からオーバーフローしてインレットっぽくなってて、左右でやるか、はい、あっち行きましょうか。僕じゃんけんして選ぶ。 OK 来た。いやここの最上流域はじゃんけんを求められたということはそういうことですよね。そういうことです。ガチなポイントと。そうそう釣りたい。そうそうそうっつって兄貴じゃあやりましょう。男の一回勝負だ。最初はグーじゃんけんほいじゃんけんほいじゃんけんほい。よしきた。こっち側で。マジで向こうの方が絶対いい。いや大丈夫です。こっち側。これ絶対こっち側のが良かったパターン。あの反応は。あでも結構このあっさボトム丸見えやん。ってことはこの落ち込みにたまりやすい。落ち込みは多分深なっとるけどね。ぶっ込みであそこのこう斜めになっとるこのなんていうかな堰の根元を狙っていく感じでちょっと入れていきます。でかいやん。うわ、こい邪魔。でかいでかい。どこ行く？バスいた。います。急に豊かボーイがシビアになりました。結構でかいっすよ。50近くあった。マジ？まだ見えてる？いや、こっち側の壁に行ったんですよね。周辺をうろうろしとんやろね。もう下ったっぽい。下ったっぽい。多分下ったっす。ここで止まってこう U ターンしたみたいな。こいつらがね馬車になったんで嫌がったっすね。よし。あ食った。おマジっすか。おおすげえ。待って。あ木化けしてる。マジっすか。一発やったスキッピングで入れて。いや絶対やつっすよ。ついてないですか。着水でグンいったけどついてない。多分もうついてない。うわうわ絶対さっきのやつっすよ。50ぐらいあったっすもん。今さおトン揺れたもん。もうマジっすか。うわドンピシャでむちゃくちゃ綺麗なとこ入った。多分もうそのチャポでガボンやったんでしょうね。そんな感じだった。うわー、今のやったら絶対でけえっすよね。ああ、てかまあ絶対そうやと思う。この壁際をそっち向いて泳いでったっけ、竿を揺れて、もうその揺れたまんまグイーンって引っ張ったから、やっちゃいましたね。やっちゃいました。でもまあナイスプレーやったっすよね。ここで見て、ね、こう下ってったっていうところに三浦さん入れてみたいなね。うん、いやー間違いない。リンクしてきましたね。リンクしてきた。どうする、豊君、もうちょいやる、動く。ああ、動いてもいいかもしれないですね。さっきの一本でしょ、ね、多分。供給されてきてる感はないもんね。うん。ということで移動。少し下って浄水場付近の水路へエントリー。これはいただいたな。いや、これもらいでしょね。俺もあそこがやりたいし、もうドンつき、もう男だったらドンつきがやりたいし。えんや、ドンつきえんや。ドンつきじゃんけん。最初はグー、じゃんけん、ほい、しきた。俺さっきからグーで負ける気する。ドンつき勝った。いや、これ流れも待っとるし、あのブラックですね。ですかね。なんか魚いますね。なんかブラックっぽくも見える。いくよ。うわ、流れ超速い。あ、バスやな、多分。これバス。ああ、いかんのや。めっちゃ反応したんか、嫌がったんか。これ。あれ、ひょっとして、なんか豊かし見えてる。三浦さん、でかいのいったっす。でかいのいったっす。足元。でっか。うわ、バカでけえ。 U ターンする。 U ターンしたね。 U ターンした。 U ターンした。今シェード入って、めっちゃでかかったですね。消えた。あ、いた。入ってきた。見てる。うわー、食ったっすよね、今。出ましたよね。なんで抜けたんや。だってあいつ食うやん、さっきのやつ。今僕がポンコツやった。口入ったけどな。うわ、めっちゃ意識高いじゃないですか。今食ったね。おお。口入ったけど出てきた。一回シェードから出て、うん、でまたシェード沿いに上がってきた時にもうあらかじめ吊るしてあったから、はあはあ、あいつにその、はあ、すごい言ってますよ、見つけた風を演じれた。はあはあはあ。じゃあその先僕吊るしていいですか。オーケー。うわー、あいつでも食うわ。あ、おっとっとっと、でっかいてますわ、エイキンス。あー、こっちか。見とるな、だいぶ見とるな。いいよ、おしゃおしゃ、いけ。あれ、スルーしたよ。あ、おった。でかい、あれでかい。あそこ、今あそこおるっすよね。ちょっとせり出してる、前にいてますよね。あそこ、多分ね、あそこだけ見てたら水が止まってる。こんだけ流れてて、反転流だけど、なんかビタ止まりしてるから。何匹か結構おるんやな、ね。で、多分あの辺まで行ってまたこう壁際を上がってくる。うん。でその時に先にルアー吊るせてたらバスがなんやろ、ルアーの着水を見てないから、まあまあこうね、オーソドックスなというか典型的な吊るしの方法なんですけど、来た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 、見てる見てる見てる、めっちゃ見てる。あ、行く。すごい。何今の。おお、来たんじゃないですか。いや、バイトじゃない、なんか。威嚇された。めっちゃおる、めっちゃおる。だよな。おっしゃ。ああ、くと、今のはなんや。今のグって引っ張られた。違う、魚当たった。なかなかやっぱり賢いね、一筋縄ではいかんない。なんかボトムで探しよう。来た来た来た、浮いてきた浮いてきた浮いてきた、くくく、よし、ああああ、もう一発、もう一回浮いてこい、もう一回浮いてこい。うわ、ケツだケツマンだ。なんか多分ね、今34本このクリークにいますね。あそこの中入るようだ。で、割とサイズ揃ってます。うん。お、思ったよりいいキャストが決まった。糸のおかげやな。どでかいのいった。55ぐらいのいった。どこで止まるん？ちょっとこれは上がってき待ちっすね。難易度高いな。めちゃむずいっすね、うん、アプローチがシビアすぎる。これ鼻つら鼻つら、うわ、きた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 、うわ、お、きた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 、よっしゃ、あー、うわー、食ったやん。マジか、むちゃくちゃ弱いな。これで吸わんかったらどうしようもない。あ、でもまた見よる。やばいね。まだ全然興味は示してるね。ちゃんと食った瞬間送ったよ俺。でもあれだけ吊るしてやって意識しとってようやく行くって、まあまあですよ。あ、来た来た来た。めっちゃ考えてんのやろな。あれ、そうあれやねん。何スポーニングしようみたいな動きよな。うわ、マジか。なんやその思わせぶり。フォロー入れるわ。もうその先システムでいきましょう。いった、いった、よっしゃ、食った。ネット、皆さんネットがあっちにある。でっけ、ここ OK。うわ、やばい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 。どこ？あ、足元入ってる。耐えてくれ。取るよ。ああ、すげえ。だって逆に。うわ、なんか釣られてる。やばいやばい。うわ、ごめん、えげつない。巻かれてる。いや、もうずっと走ってる。うわ、こっち流れ緩むけどね。下行ったら流れ緩む。これね、そこに糸がかかってるんですよ。ちょっとこのコースでめっちゃでかい。重い。そんなね、ゴンブトじゃないけん。うわ、耐えて、ゾーンフィネス耐えてくれ。やば。どこまで行くんやこれ。流れに乗りすぎや。どの辺におんの。あ、あれや。あそこや。やば。ちょっと待って。あっちですこれやんから。あれか。今これ上無理。ライン無理か。無理なんすよ。無理やな。それにかかっとるけん。オッケーオッケー。ゆっくり行こう。おるんか。めちゃめちゃ走ったな。あ、来た。来たわ。来た。三浦さん来よるわ。来た。オッケー。うわうわ。ここのカレントがやばい。そこや。もう近い。オッケー。あー、見えた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 。でっかい。ちょっと待って。取れんすか。待って。あ、寄ってる。よっしゃ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 。よっしゃ。でかいでかいでかい。三浦さん救ってください。重すぎる。あー、糸が。あ、待って。やべえ、でっけえ。日の川モンスターマジ来たや。これは余裕のモンスターでしょ。オッケー、流しネット折れへん、これネット折れへん。大丈夫。グッと押し、こっち出せます。よっしゃ、入った。いい。ちょ冷静に入ってる。おっしゃ、よっしゃ、きたー。やばくね。やばくね。何これ。モンスターすぎる。バリやばいやん。そういうことだお前ら。最強にモンスターやないこれ。取ったわ、粘って。俺粘り勝ちや。そういうことだお前ら。オッケーベイベー。すみません、じゃあ測らせていただきます。33段ぐらい。54.5 でした。すいません、なんかはしゃぎました。超クオリティですよこれ。ゾーンフィネスの08に、アップ G の 7.8 っすよ。 7.8 ポンド。そうで、あのファイトっすから。全部足元のあのカバー通ってきましたからね。かけたところから多分ほんま数十メートルね、下に流されて、でその流されてるのが全部こうレイダウンをこう突き抜けていかれて、いやマジでちょっとつけてありますね、マジでね。すいません、お世辞抜きです。これはすごい。ここは言わして。俺12ポンドぐらいやと思ってた。 7.8 ポンドっすよ。これで耐えていった。いやもうつけてるものがちっちゃかったんで、さすがにリーダーがね、太かったらあれかなっていうのがあったんで。いやもうこれはこの顔の小ささでもこの太鼓、もうまさに紀の川橋認定いただけますか。免許改伝で。ありがとうございます。やったー、改伝したぜ。いやー半端ねえ。いや素晴らしいっすね。こういう魚がね、大好き。はい、大好きです。取らしてもらえるって。いやこれがバスフィッシングの感動ですよ。最高。おっしゃ、ウェイトはどうや。おいしょ。おっつつつつ2000、はい、350。あれあれもっとあると思ったけどね。いやもっとあるように思った。すっげえね、この厚みというか。でもまああれっすね、なんかそのプリプリっていうよりかは回復してきよるけど、やっぱりアフター回復途中っていう感じで、めっちゃ黒くてかっこいいバスやけど、まあまあ 54.52350 素晴らしい。たまらん、かっこいい。大好き紀の川、最高でした。 OK ベイベー。ハイパークオリティやなこれ。最高や。よっさー、たまんね。いけるか。よっしゃ、ありがとう。 Thank you。 いやー、やるよね。やっちゃいますよね。いや結構ね、今のは技ありやったと思う。ほんと最初ね、コーヒー銃でチュパッとやってもう全然かかるようなバイトじゃない。でもう一回リトルスイーパー3インチで食った。でその時に食う瞬間に吊るしてるのをスッと送り込んで、でもタイミングが合わずにもう一歩っていうところでもう一回やった場合と、口開いた瞬間にラインテンションをスッと緩めて口の中に入れてやるイメージ。それでちょっと送り込んだらコプッといったぞ。そういうことだ。ちょっとね、釣りはストロングじゃないけど、まあここはしょうがないかなっていう感じ。あれだけ頭いいバスたちやし。でも何よりほんとお世辞抜くよ、この糸ね。ゾーンフィネス、フフィネスと名が付くこのゾーンフィネス 0.85 マジで仕事した。この人じゃないと取れてなかったって、そんななんか誇張したことあんまり言いたくないけど、これはマジで仕事したと思う。普通取れん、あんだけカバーとね、カバーまたいで向こうまで走って、あの水門の手前で跳ねたけ、うん、それでもしっかりキャッチできたっていうのは本当に糸って大事やなって改めて痛感させられる一匹でした。最高。 OK、 昼飯行くわ。 OK、 ランチは兄貴おすすめのお店へ。昼食タイムということで、はい、ね、いい魚釣れて美味しいご飯を食べたいということで、和歌山といえばちょっと和歌山ラーメン、おお丸戸屋さん、まあ、和歌山ラーメン中華そばって言います。で、まあ醤油豚骨ベースで、うん、まあ本当に美味しい、ほんまにうまい。マジっすか。絶対うまい。期待してますよ。期待もう振り切ってくれていいよ。マジっすか。絶対うまいから。俺は楽しみでしょ。めっちゃうまそうやん。見て。醤油よりも豚骨の方が高い。なるほどなるほど。じゃあいただきます。いただきます。美味しい中華そばいただきました。いや、ごちそうさまでした。うまかった。ありがとうございます。もう最高。ね、こんないい昼飯食って休憩して、ね、でまたね、デカバス狙ってやれるって最高っすよね。一気に体力回復した。うん。じゃあ寝よう。寝よう。休憩。おっしゃ、午後の部ということで、三浦さん。あ、休憩もしっかりとったし、はい、体力回復した、ね。いい休憩でございました。はい、シエスタ、はい、シエスタイムということで、午後からは？午後はちょっと、はい、本流、今まで、まあ、このクリークとか水門メインで回ったけど、ちょっとまあ本流に当たるところに行こうかなと。おっと、はい、本流をやっつけに行くパターンですね。本流やっつけに行く。よっしゃ。そこには結構やっぱりクオリティな。今で言うと多分割と大きめの鮎を食ってるような。ああ、いいっすね。うん。そんなちまちましたやつをパッて食ってるんじゃなくて、ドゴンみたいなやつ。イメージはね、ストロングゲームが成立しそうな妄想が膨らみますね。そう、もう今日この時間を僕が一番楽しみにしてたから。おっそおっそおっそ、やっと来たぜ。俺たちのゴールデンタイム、ここから始まりますよ。じゃあ本流に行くということで行こう。再びタイノセエリアに戻って本流を攻めます。うわ、なんかめっちゃやってますよ。あ、やってる、めっちゃやってる。めっちゃやってますよ。スーパーボイルしてたね。やべえ。今の見たよね。見た。そう。俺は見た。なんか多分ね、集団でやってる。ナブラみたいな感じやったよ。うん、ちょっと俺あっちやるから、豊君ちょっとそっち。最初はグー、じゃんけんほい。うわ。でもめっちゃ単じゃん。グーで俺負けてたからって単純にパー出しやがった。出しやがった。じゃあ俺チョキ出すしかないよねっていう。よし、次は負けですね。じゃあその辺やってください。いやいや、僕俺あっちに行く。ちょ俺勝ったや。もうザ本流っていう景色をね、そこの中洲みたいな。ここでね、やっぱストロングなド派手な魚釣りたいよね、一発ね。よっしゃー、ということで、まあ風吹いとるのもあるし手早く全体をサーチしたいんで、マスターブラスター、これでいきます。なるんちゃう。雰囲気は群抜です。スーパー本流クオリティフィッシュだな。すげえな、こんな広大な川の中でね、ゴポーンとかっつっていきなりね、えぐいよね。くっそテンション上がるわ。ちょっと水中に入れてみようかと。龍儀さんから出てる三ツ俣キャロスイベルっていう、愛が3つ出せるパーツに、オルトロスメインは今これ16ポンドで、リーダー部分12ポンド2つ結んで、で5インチパワースウェイ2つで、片方にだけ少しネイルリグにして、でもう一つはノーシンカーで、でフォールのスピードやったりアクションをした時の動きに、同じにならないようにして、パニックベイトやったり、チェイスしてるような様子を、ちょっと演出できるような、見た目に反してすごい釣れます。はい、ベイトの群れも演出できつつ、パニックベイト的なこともできるし。バラのとこね、別々のアクションになった時にやっぱすごいいい感じになります。豊さんすみません、ちょっとそっち入らせてもらってもいいですか？あ、どうぞどうぞ。あ、すみません。はい、失礼します。好きにやっちゃってください。すみません、本当すみません。あ、バスおる。40ぐらいやけどたまたま出てきた。うわ、すげえ面白いリーグ投げよるな、兄貴は。食った。おうわー、抜けた。違う、ずれてる。小さい。抜けてない。てってね。ちょっと待って。抜けたと思ったら、あ、兄貴。これも木の皮。これも木の皮。はい、リアルな木の皮。ちょっとびっくりしたけど。はい、サイズアップ狙います。はい、ちょっと聞いてた話と若干サイズ感が違うような、そうですね、見えるんですけど、僕もびっくりしてる。それも木の皮、これも木の皮、そういうことですね。はい、そういうことだ。よく食ってくれました。いやいや、ナイスです。はい、で今1匹釣りました。でオルトルスのいいところというか、僕も個人的に気に入ってるところでもあるんですけど、うわ、ちょっと待ってくださいね。三浦さん、いけるんじゃないですか、それでやったら。食った。うわ、食った。でかい。うわ、抜けた。でかかった。見えた。すごいな、そのリグ。やばいっしょ。やばい。一撃やったじゃないですか。むちゃむちゃでかかった。今そこで反転した。マジで。はい。今ちょっとこういう特殊な2つワームついてるリグでやってますけども、オルトロス FC の、僕個人的に気に入ってるところでもあり、もちろんセールスポイントでもあると思うんですけど、ラインが傷入ったりして、擦れたりした時にそれがすごい 目や手触りで伝えてくれるんですよ。でそれがどういうことかっていうと、チェックした時にザラついてんなとか、こう傷入ってるなっていうのが分かって、交換時期を確実に伝えてくれる。ので、ラインチェックすることは大前提として、そのギザギザしてるなとか、擦れてるなっていう時に、パチッとカットして、また結び替えるっていう時期をすごい伝えてくれる。外側自体が割と傷つきやすいといえば語弊があるかもしれないですけども、あえて柔らかい表面をしてあるので、ナノスクラッチと呼ばれる傷が入りやすいんですよ。でもそれで傷が入ってくれることによって、中を守ってる意味合いもあるし、アングラー側にもうそろそろ、擦れてるよっていうのを伝えてくれる。なので、結果まめに結び替える目安を明確に伝えてくれる。一般的に強い切れないラインって傷が入りにくいんですよね。で傷が入らない、こうやって触って、あ、全然大丈夫な、ザラザラしてないなと思って、でも実は中で破断してしまいそうな状態になっていたりは多々あると思います。そういう意味でもオルトロス FC の表面がザラザラしやすい、表面が言ってしまえば弱いっていうのは大きなメリットかと思います。どう、ここのポイントやばくない？いや、やばい。マジでやばい、マジでやばいし、そのリグがやばい。マジやばいっすね。これはね、天才的だよ。特にボイルした時やばいっすね。うん、ほんまに来る。ちょっとそれ教えてください。ぜひ兄貴、ぜひ今すぐ。今早く。いやいや、1個目落ちてんの、そのシステム。この三つ股キャロスイベルっていうのがあって、はい、これにメインライン結んで、はい、で相2つに今フロロオルトロス12ポンド12ポンドで長さちょっと変えて。こっちからポール速度変えるためにちょっとネイル入れて、はい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 。え、これメインは何ポンド？16ポンド。16で121212。へえ。でそのメリットとしてはこれまあ8グラムなんやけど、合計16グラムになるから、もうこのヘビーの竿で投げれるようになる。これ1個やったらヘビー結構きついけど、まあ総重量が16グラム以上になるからヘビータックルで扱えるようになるから、これ釣り自体めちゃめちゃ弱いのにヘビーでできるっていう。なるほどね。理にかなってない？いやすげえ来たやないですか。出てきたよ。すげえな。そのスイベルください。釣り具屋さんに売ってると思います。あ、そうなんですか。はい、今ないですか。あります。ちょっと待ってください。だんだん分かってきてるな兄貴。これ多分ヘビキャロするための、しかもハマキャロこういうやつするためのスイベルで、でこの小さい一番小さい愛にメインライン結んで、はい、一番小さいこれだけが小さくって、はい、あと2つはでかいから。ああなるほどね。これに、リーダー1520と30弱ぐらい、うん、まあでもこれはもうなんか好み。はいはいはい、うん、なるほどね。わあちょっと勉強させてもらいます、はい、ありがとうございます。気の変わり具やったゲットした、はい、ちょっとやってみよう。俺も勉強させてもらおう。どっちを短い方を結ぶとかあるんですか？あ、全然どっちでも。うん。お短い方がまあなんかちょっとボトストとか向き。はいはいはい。よし。兄貴リグ。ちょっとファンタスティックでやってみた。ちょっと試してみていい？どんなもんか。これチュンチュンチュンってやるんですか？まあトゥイッチでパニックっぽくしてもいいし、アイジでもいいやろうし、フォールでもいいやろうし。いいね。これファンタスティックもいい感じっすわ、うん、なんかこのマニュアル感がたまらん。うん、うん、おもろ。いやこれはいくね。いい感じ。ファンタスティックもいい感じっすね。めちゃめちゃいい感じ。うん、今ネイルは入れてないんですけど、うん、いい感じ。なしそのフォールが遅いってことと、うん、結構そのワームがパラパラ分離することが結構肝かな。なるほど。じゃあ結構向いてるかもしれないですね、このファンタスティックも。うわやってる。うわあすいません投げちゃいました。どうぞ。うわこれでもこういう場面にめっちゃ合ってますね。そう理にかなってるよね。うんなんかちょっと慣れてきたらこう表層に波紋出してから潜らせるのとかできたら、こういうのテクニックの一つとして、こう鮎がピチャってなってこうなる。うわこれやばいな。これ狂うでしょ。いやこれは狂うっすね、うんただ巻きでもこんな感じでね、ふらふらちょっと S 字じゃないけど泳いでくれるんで、からのフォールとか。これ前の方に短い方に深海入れるんですか？の時が多いけど、僕今後ろに入れてる。前入れたらこうまあ追従アクションできるやん、はいはい、前の方が先フォール速くなって引っ張っていくから、でも後ろに入れたら結構なんかねバラバラになるフォールが。パワースウェイを連結したリグで。略して連結パワースウェイって呼んでたんやけど、なんかいい名前今日決めてくれたらそれにする。絶対言うと思った俺今。じゃあ兄貴リグでいこう。すげえな。うわーやっばやばい全部やばい。これちょっと抑えて。やばい。何のスイッチ。はちょっと待って、俺ほんで根掛かりした。やばい。よっしゃ。あ何のスイッチ？もう洗濯機みたいになってるやん。食ったのに。びっくりした。いや俺豊君かけたんかと思って。いや。バックラッシュ直そうとかって思ったらはぁ、半端じゃない数おったよ、うん、しかも全部まあまあのサイズだったよ。いやいややばい、うん、ちょっとびっくりしたんやけどナブラやんほんまにボイルと呼ばんぜ今のは。でももうバーチンスイッチ入りすぎてもうストライクできてないよね。目視で食ったのが見えたけんさパーンって合わせたらもうストライクしきれてなかったよね多分、うん、勢いできてるから、うん、やばいねこのエリア。いややばいマジビビったよ。ボイルじゃないナブラこれはえぐいっすね。これはまあまあおすすめポイント。惜しかったっすけどね、ね、目の前でバレた。はい、でまあここがいいっていうことは的な感じでちょっともう一箇所思いついたんで。おっと出ますね兄貴、優れそうな顔してる。すぐ行きましょう。まあ見に行くだけ行ってみよう。オッケー行ってみよう。行きましょう。夕馬詰最後のエリアは川辺橋周辺。ちょっとまあラスト夕方、うん、もう一箇所回ってきました。でもザ・川、ザ・川本当上流エリアって感じですよね。紀の川自体はもっと奈良県向きにずっと続くんですけど、うん、まあ途中浅くなったりして、まあバスがいるというか、うん、まあ一旦バスがいるエリアのまあ最上流って感じのとこです。いやーこれはちょっと期待できますね、うん、夕方ね。でもまあガン流れで橋脚もあって、うんうん、沈み門もあって、うん、先もう今おらんくなったけど鳥もスタンバイしてて、あのインレットとかベイトもすげえ入っとるっぽい、ね、横からね。ちょっとやっていこう。はい、はい、これは一発あるでやりますよ。おもろやりましょう。最高やねロケーションも。豊ボーイが名付けた兄貴流、まあ、足元見てこの辺硬いし安全なとこちょっとだけ足つけてやります。男のお魚スライドで行ってみたいと思います。ちょっとそこの島の終わりの反転流、夕方ねこういう流れの効いたところ、ベイトがおるとこでフィーリングしてくれるんやな。どうするよこの流進とかで「ドーン!」っつって。あるよなあるよな、これ絶対あるよな。しかしそのままタイムアップ。どうやった一日。いやね、朝この川の雰囲気見ただけだったら、うん、5とかいけるんじゃないっていう感じだったんですけど、まあまあそんなに甘くないっていうのも、うん、まあ身をもって感じたし、うん、ただその中でやっぱりこう魚がね、うん、取れたらやっぱすげえ魚が ねいるんだなっていうのも、うんうん、まあまあまあすごい一日1匹でしたけどキャッチは1匹でしたけど。うん、兄貴リグとかも、ね、教えていただいたりで、ね、俺的にはもうね、うん、すごい濃い一日だったかなと。大体分かった感じかな、あ、紀の川ね。あ、そう。お、まあまあ、なんとなく、まあ、そのね、兄貴の、こう、教えてくれる、うん、うん、紀の川は、まあ、大体分かったかなっていう感じですかね。うん。じゃあさ、うん、うん。明日、タイマンする？タイマン。ほう。もういい分やん。俺は紀の川知ってる。豊君も今日分かったでしょ？はいはいはい。分かりましたね。今日回ったエリアは掴んだよね。うんうん。じゃあもういい分でタイマンできるやん。全然。全然大丈夫です。うわ、なんかムカつく。なんかムカつくよ。まあやっぱりあれ出てるんで。まあ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 、明日も釣るよっていう感じで。すっげえムカついてきた。はい。やらせていただきますんで。まあ、じゃあ、兄貴、明日までにルール決めとってもらっていいですか？上からやけど。決めとくよ、決めとくよ。ホストとして決めとくよ。はい。なんか、いい、面白いルール決めとってもらって。で、ちょっと、サクッと対決なんかしちゃいます。やりましょう。ええ、お願いします、じゃあ。もう本気でやるで。あ、全然。今日俺、10羽ぐらいしか出せへんから。そうなんすか？じゃあ明日やろう。うん。いやもうそこは僕もこの今の紀の川に全力でちょっと釣り込んで、兄貴もちょっとギャフンと言わせちゃおうかなっていう、そんな感じなんで。じゃあ分かった。ルールはじゃあ俺が今晩考えておく。はい、お願いします。それで明日じゃあ対決。うん、 OK、 よろしくお願いします。 OK、 じゃあ行こうか。はい、行きましょう。お疲れ様でした。次回2人がホーム&アウェイで対決。後編もお楽しみに。